DAW レスの鈴木です。今回はプラグインアライアンスのマーグオーディオ EQ4 プラグインをご紹介してみたいと思います。このマーグの EQ4、 私もすごく大好きな EQ プラグインの一つで、素材に何かもう一押し欲しいななんていう時に結構使っていることが多い EQ なんですけれども、基本的には非常にシンプルで、5つのバンドに対してブーストカットを行うことができて、さらにその上にエアバンドという、これがマーグ EQ4 の一番の特徴になる部分なんですけれども、ここでサウンドのエア感なんかをコントロールすることができると、めちゃくちゃシンプルなんですが、使う上で知っておくと便利なことっていうのがいくつかありますので、そのあたりを少し詳しく見ていきたいと思います。この EQ4 はエアバンドとそれ以外、この2つに分けて考えると分かりやすいと思います。サブのバンドが 10Hz、 そして 40Hz、 160Hz、 650Hz、 2.5kHz とという周波数が固定になっていて、出したい成分を上げる、もしくはカットすることによってサウンドを作っていくというのが基本になってきます。では実際にボーカルに対してかけて、オケの中での聞こえ方であったりサウンド変化確認してみましょう。恋も顔も不器用なとこも全体的にすごくかかり方も分かりやすいですし、ポイントも的を得ている感じがするので、難しいこと考えなくてもなんとなく使えてしまうと思います。特に私が好きで使っているのはこのサブバンド、ボーカリストの声質であったりも、当然オケとのバランス、また録音環境等によってボーカルの存在感が少し希薄になってしまうなんていう時に、サブを少しプッシュしていただきますと、存在感を簡単にコントロールすることができるかなと思います。またボーカルの場合ですと、このよく使っているのが 650Hz ですね。オケの中で少し負けてしまうななんていう時に、分かりやすく高域を上げてしまうっていうのも選択肢としてはありなんですけれども、当然上げていくとカリカリしていたり耳に痛い帯域も出てきてしまいますので、そんな時に少しこの 650Hz を煽っていただくことによって、少し立体的なサウンドを作ることができます。これを踏まえた上でサブと 650Hz もう一回聞いてみてください。はい、なんていう感じですね。今回の素材はミッドもちゃんとあるので、あまり上げすぎてしまうと逆にこもって聞こえてしまっていましたけれども、少し線が細いななんていう、特に女性ボーカルなんかを扱う場合にはこの辺使っていただくとかなりコントロールしやすいのかなと思います。そしてこの5つのバンドというのの挙動なんですけれども、先ほどお分かりいただけたかと思うんですけれども、プラス方向とマイナス方向でかかり方、ブーストカット量ですね、がかなり違います。具体的に言うと、ブーストはめちゃくちゃブーストされるんですけれども、カットはかなり穏やかになっているというのがポイント1つ目。パラメーターはプラスマイナス5の範囲で動いているんですけれども、これはデシベルというわけではなくて10段階でコントロールしているようなイメージになっております。そして2つ目のポイントは、これが従来の EQ と全く違うところなんですけれども、5つのバンドというのはそれぞれの相互作用でできています。例えば全てのバンドを同じだけカットしたらどのようになるのかと、当たり前ですけれども、それぞれのバンドのカーブが反映されたボコボコの山ができると想像すると思うんですけれども、マーグのこの EQ4 の場合ですと、全て同じ分だけブーストカットすると元の素材と同じ特性、つまり単純にボリュームが下がった状態というのを作ることができると。つまり特定の帯域、例えば 650Hz をブーストするなんていうのと、 650Hz 以外の4つのバンド、これを同じ量カットするっていうのでは、できてくる EQ カーブというのは同じになるよと。で、当然音量変わってくるんですけれども、レベルを補正したい場合にはこちらにレベルトリムというものがついているよと。という EQ 特性を知っているかどうかで、この EQ4 の面白さ、感じ方が変わってくるのかなと思います。そしてエアバンドだけは周波数が選択できて、オフ 2.5、5kHz、10kHz、20kHz、40kHz と。かなり上の帯域までブーストすることができるんですが、
これによってその名の通りエアカーみたいなものをコントロールすることができます。 10kHz に設定してボーカルで試してみたいと思います。声も顔も不器用なとこも多分今も嫌いじゃないの。元の素材に対して高音を足していくようなそんな効果を作ることができるのがこのエアバンドということになります。5つのバンドで基本となるサウンドを作ってそこにエアバンドを足していく、そんな風にしていただけると非常にコントロールしやすいのかなと思います。そしてこの EQ4 いろんな楽器で使うことができます。私よく使っているのが今のボーカルであったりですとかギター系とかにもよく使ったりしますし、場合によってはステミやマスターにかけてもいいのかなと思います。ステレオ素材の場合特にこのエアバンドが効いてきますので、ツーミックスに対してかけてみたいと思います。 20kHz ぐらいにしておきます。わかりやすくするために少し激しめにかけましたけれども、こういった自然なエアリー感というかふわっとした感じを作ることができますので結構重宝するかなと思います。当然他のバンドも有効に活用することができます。例えばサブ、これカットしてみると結構面白いと思います。なんていう具合にベースの存在感だけ本当に綺麗にコントロールすることができるのと、かかり方が非常にナチュラルで自然なので元のイメージを保ったままもう少し何とかしたいななんていう時にこの EQ4 をお試しいただけるといいのかなと思います。ということで今回はマーグオーディオの EQ4 プラグインを紹介してきました。シーンやジャンルを問わず活用することができますし、とにかく音楽的で分かりやすくかつ効果的なサウンドメイクを行うことができますので、かなりおすすめできるプラグインの一つになっているかと思います。ぜひチェックしてみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。